推薦をめぐる動きは野党でも。立憲民主党が今日、大村氏、鈴木氏の2人と面談を行いました。よろしくお願いいたします。午後2時から始まった立憲民主党県連による面談。トップバッターは鈴木康友氏でした。鈴木氏をめぐっては昨日、労働組合組織連合静岡が鈴木氏の推薦を決定。さらに国民民主党県連と県議会第二会派で川勝知事を支えてきた富士の国県民クラブも鈴木氏支援を決めています。立憲民主党もこの3社と統一行動を取ることを確認していますが、方針を出す前に面談を行った形です。オール静岡で幸福度日本一の静岡県を作ろうというスローガンのもとにですね、取り組んでいく私の政策についてお話をさせていただきました。午後2時半過ぎです。大村さんが静岡駅前に到着しました。鈴木さんに続き、このあと45分から大村さんも立憲民主党のヒアリングを受けるということです。鈴木氏の後、面談に臨んだ大村氏、改めてオール静岡について語りました。国政の状況もあって、やはりその与野党対決みたいな構図になってしまったり、まあ、そういうふうにやっぱ見られてしまうところがあると思うんですけど、私がオール静岡と言っているのはあくまで県民目線でのオール静岡でございますので、基本的には私は無所属で県民党という立場でやっておりますので。2人との面談後、推薦の方針について協議した立憲民主党県連、先ほど推薦について方針を示しました。今日の協議をもって、県知事立候補予定者の鈴木康友氏を推薦をする方向で話が決まりました。推薦の正式決定は23日になる見通しです。